なんか、テニスコート水浸し事件、事件っていうのがあって、中学校の時に、めっちゃ嫌われてた先生がいたの、女性の。その人が、ソフトテニス部の顧問かなんだかだったので、俺のその同級生の友達が、もうマジでこいつ決めえから、テニスコート水浸しにしてやろうぜってって、学校終わった夜中にテニスコートに侵入して、ホースに水まくやつを出しっぱなしにして帰って、次の日、朝先生が来たら水浸しになってる事件があったのね。だけどなんか知らないけど、その事件すぐ犯人がバレたの。なんでバレたんだろ、うみたいな。 なるじゃん普通に考えて。だって一日で、何の証拠もないのに、犯人バレるなんておかしいってなった時に、じゃあなんでバレたかって、後々聞いたら、テニスコートを水浸しゃし、事件にしたやつが、木の棒で、死ねって書いたのね。テニスコートの端っこ、濡れてないところに、その担任の、その先生の名前と、うーん、死ねって書いてたの。だけど、そいつ、学年でトップレベルで字汚いのねえの。その字体でバレて <laughs>、怒られてた <laughs>。呼び出されて <laughs>。 字でバレるやついる筆跡鑑定もしないぐらい字だ。マジで字いきたいなもん。死ねの死がもうなんか、破棄なんじゃねえかっていうぐらいもう、嫌いな奴がいて、俺でバレるやつやるの懐かしいよね。うん。